さて、自問自答だ。戦場が原と荒らりのために無償で働いてやる気持ちはあるかかつてのライバルたちが無様に殺されるのを見ていられないという気持ちは俺にはあるかノーだ。絶対にない。下手をすれば俺はすっとしてしまうだろう。ならば、戦国なでこという奇病にかかってしまったらしい娘のためなら俺は無償で何かができるだろうかノーだ。 誰だそいつは知らんならばかつて騙した純情な娘である千尋ヶ原に償いをしようという気持ちを元にすればどうだライバルではなく窮地の間柄として千尋ヶ原個人に対してあるいは千尋ヶ原家に対して何かしようという気持ちなら俺にはあるかいやノーだそんな気持ちなんてないその件について俺は何とも思っていない 例え、俺の詐欺の結果、一家の娘が身売りする羽目になったところで、俺の生き方は1ミリも動かないだろう。だったら、あら々らはどうだそう、あいつの妹をいじめたことがあったな。それに、狩り脱ぎから金をせしめるために、あいつの情報を売ったこともあった。そのささやかなお返しとして、つまりお釣りとして、やつの命を助けてやるというのはどうだいや、のうだ。 たとえお釣りがあったとしても、いくらなんでも割に合わない。ここまでの交通費でそんなものは消えている。あとは、そうそう、羽川という娘か。友人のために海外まで行くという、そのどうこした娘のけなでさに心を打たれてみるというのはどうだろう。あるいは、その娘はとんでもないお金持ちかもしれない。礼はそいつの両親からせしめるというのは。のだ。うん。 ダメだ。いくら考えてもこの仕事を受ける理由が見当たらない何の得もないどころか受けることが俺の損にしかならないああそうだそういえばあの町にはいたのだったガエン先輩から見て名に当たるつまりガエン先輩の姉のガエン東映の忘れがたみとでも言うべき一人娘がいたのだった確か今は苗字が変わってンバルするが カンバル・駿河は直江津高校の生徒でしかもかつて千場ヶ原とは仲が良かったのではなかったか俺があららと初めて遭遇したのはそのカンバル家の前だったあららりがカンバルとつながりがあるのだとすれば当然のように千場ヶ原とカンバルもつながりがあると見るべきだし仮になかったとしても少なくともカンバルとあららりがつながっていることは確かだカンバル駿河のためなら 憎き戦場ヶ原と荒垣ららを助け戦国なでこを騙すことが俺にはできるだろうか。イエスだ。